ノゴマは、スズメメヒタキカに分類される鳥類。インド、カザフスタン、カンボジア、タイ、大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、台湾、日本、ネパール、フィリピン、ブータン、ブルネー、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ロシアカキに、中華人民共和国、ロシアなどで繁殖し、冬季は、東南アジアへ南下し越冬する。 日本では夏季に、北海道に、繁殖のために飛来する。岩手県早地根山でも、繁殖例がある。本州以南では、渡りの途中に飛来する。南西諸島では、少数が越冬する。全長15.5センチメートル。体重16から29グラム。上面が、緑褐色。胸部から腹部にかけての仮面がお白色の羽毛で、覆われる。 体側面は、褐色味を帯びる。目上部にある白い眉状の反門とくちばしの基部から、頸部へ向かう反門は白く明瞭。くちばしの色彩は黒い。胞子の色彩は、薄いオレンジ色。オスの喉は、赤い反門が入る。メスの喉は、赤い反門が入る個体もいるが面積が狭く、多くの個体は、喉が白い。 平地から鉱山帯にかけての草原や寒木林に生息し、渡りの途中や越冬地では森林に生息することもある。和妙は野に生息する、小間リの胃。周期から冬季にかけては小規模な群れを形成して生活することもある。植生は動物食傾向の強い雑食で、主に昆虫類を食べるが、果実も食べる。繁殖形態は卵生。 繁殖期に縄張りを形成し、オスは草の上などで大声で様々なさえずりを行う。種商名カリオペは、ギリシャ神話の文芸の女神、カリオペへの意で、さえずりに由来する。倒木の下などに、枯葉や根などで、皿状の巣を作り、6から8月に1回に3から5個の卵を産む。メスのみが放卵する。ありがとうございます。